本日なんですけれども、はい、テーブルの前にご用意しておりますが、はい、キキコーヒーと。キキコーヒー。ワンダー金の微糖は合ってますか、合ってませんか。合ってません。正解です、ファイヤー引き立て微糖は合っていますか。合って今1000。正解です。もうボスのレインボーマウンテンブレンドですか。合ってまーす。正解です。ちょっとなんか苦しいな。もう一回戦やらせてもらってもいいですか。お受けいたしましょう。悔しい。最初に飲んでいただくビールをこの5種類の中から当てていただくと、うん、でまた外れたらですね、ちょっと顔に、罰ゲームいたずら書きをさせていただこうかなと思っております。早速参りたいと思います、はい、まず最初に飲んでいただくビールですね、はい、これを。おお。では、こちらです、はい、うん、それでは、好きなビール5種類の中からどれでも選んでいただいてください。札幌の黒ラベルでございますかね。はい、では、テイさんが飲んだ最初のビールは札幌の黒ラベルですか。うん、合ってまーす。不正解です。すいません、じゃあここはルールなので罰ゲームということで。あれ、はい、いやー近いようなですね。これひげをひどいな。ヤギじゃないんだから。ひげを、あら、でも似合ってますよ。それではまだ正解するまで続けたいと思います。札幌のエビスビールですね、手に取ったのは。あれ、うん、ではテイさんが最初に飲んだビールは札幌のエビスビールですか。あったっで、まあ、1000。正解です。おー、3本目でございます。
じゃあこのバドワイザーを、はい、ご用意した中では唯一海外のビールですかね。うん、はい、これは早いですね、うん、テイさんが最初に飲んだビールはバドワイザーですか。当たってまーす。不正解です。えそう、あれ、ちょっとこちらを向いていただいてもいいですか。では不正解ですので、この真ん中にバスト。残る2本でございます。まあいったな、コーヒーで当たってビールで当たらんか。そうですね。さあこれはキリンのラガーですかね、手に取ったのは。まあ必然的に、うん、これが最後になろうかと思います、うん。では、テイさんが最初に飲んだビールはキリンのラガーですか。当たってまーせん。正解です。テイさんが最初に飲んだビールはじゃじゃん、朝日のスーパードライでございました。悔しいなあこれは。非常に楽しかったです。楽しいって言っちゃいけないか。そうか、なるほどね。それでは今年も残り少なくなってまいりましたが、引き続き酔わせて総論、応援をよろしくお願い申し上げます。くれぐれも、新しい年ですが体気をつけてお過ごしになってください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。